大根役者とは、芸のつたない役者や俳優を見下す言葉。そのような演技の下手な役者を、大根、三分役者という場合もある。大義語は、千両役者。大根と役者をかけた理由に関しては、数種の説がある。六代目、小野菊五郎が、無名の役者の一人に向かって、大根は、うめえぞ。だが、おめえは大根にもなってねえと言ったとされる。 残菊物語は、大根役者ともされるような、不評な役者を扱った作品。町人文化から生まれた、生きながら、言われ古文の文様に、大根と、おろし金があり、といった説が有力とされる。英語圏では、大根役者を、ハムアクター、ハムと呼ぶ。ただし、単に演技が下手なのではなく、不器用を意味する。他のハムマイナスのつく、英単語でも、 不器用を意味するものが多い。ハムの語源には数種の説がある。ハムには加工肉としてのハムの訳以外に同化者の意味があり、ハムイットアップ、ハムアップは共に誇張した演技を指すことから自然な演技ができない素養の役者を指すとする説。演技が素人然としていることからアマチュアがなまったとする説。演技の下手な役者ほどハムレット略して ハムを演じたがるとする説。イギリスのシェイクスピアの名作ハムレットは誰が演じてもそれなりにヒットするとする説。1800年代にアメリカ合衆国でハミッシュ・マコラックが作った劇団ハム、S ・アクターズを語源とする説。旅芸人がメイキャップを落とすのにハムの脂身を用いたとする説。 1989年から1997年にかけてアメリカの俳優シルベスター・スタローンが伊藤ハムのコマーシャルに出演した。ハム会社と契約したことを聞いた者や放映当時に来日した俳優からスタローンは自らの演技力をギャグにしたと評されたという逸話がある。また、フランス語では株に例える。ありがとうございます。